メキシコとアメリカ間の国境地図アメリカテキサス州エルパソ近郊の国境フェンス左側のサンディエゴの国境警備隊事務所と右側のメキシコティフアナの間の国境フェンスティフアナの国境フェンスアリゾナ州ダグラス2009サンディエゴとティフアナの間にある壁。米国とメキシコの国境を越えようとして死亡した人々のための異例碑的な棺。 各官はその年の死者の数を表している。これはオペレーションガーディアンの影響に対する抗議で行われている。メキシコとアメリカの壁とは、メキシコからアメリカ合衆国への密輸や密入国を防ぐことを目的としたアメリカメキシコ国境に沿った一連の壁とフェンスのことである。この壁は一続きの構造物ではなく、比較的短距離の物理的な壁及びフェンスの 総称であり、物理的な壁が設置されていない区間には、センサと監視カメラのシステムによる仮想フェンスが敷かれ、アメリカ国境警備隊がモニタリングしている。2009年1月現在、アメリカ合衆国税関、国境警備局は 930km 以上の壁があるとしている。アメリカ合衆国とメキシコの国境は、北アメリカ大陸の陸上で、 全長3 1 4 5トルに及ぶ。これらの壁は、ラテンアメリカで作られた麻薬の密輸と不法移民対策の三大作戦の一環として1994年に建設された。アメリカ合衆国とメキシコの3 1 4 5トルの国境は、都市部や砂漠を含む様々な地形を横切っている。壁は過去に最も違法犯罪や、 麻薬密売が集中して確認された都市部や無人の場所に設置された。これらの都市部にはカリフォルニア州サンディエゴとテキサス州エルパソがある。2008年8月29日現在、アメリカ合衆国国土安全保障省は歩行者用国境フェンス 310km、車両用国境フェンス 248.3km、合計 558.3km のフェンスを 建設した。完成したフェンスは主にニューメキシコ州、アリゾナ州、カリフォルニア州にあり、テキサス州では建設が進行中である。アメリカ合衆国税関国境警備局は2009年1月の第2週の時点で9 3 0トル以上のフェンスが設置されていると報告している。テキサス州のフェンスとカリフォルニア州のボーダーインフラ。 システムの作業はまだ進行中である。この壁は一続きの構造物ではなく、比較的短距離の物理的な壁及びフェンスの総称であり、物理的な壁が設置されていない区間には、センサと監視カメラのシステムによる仮想フェンスが敷かれ、国境警備隊によってモニタリングされている。この壁の影響で、そのラ砂漠とアリゾナ州の馬バ,バリ山地を横断して、密入国しようとする。 人々の数が著しく増加している。このような不法移民は、徒歩のオーダム族インディアン居留地にある最初の道路まで80キロメートルもある不毛な大地を移動しなければならない。2010年、南西国境の国境警備で96.6%の逮捕が行われた。 国境警備隊の逮捕件数は2005年の118万9000件から2008年には72万3840件に減少。2010年には46万3000件と2005年比で61%減少した。この減少は米国の経済情勢の変化や国境警備の効果とみられる。2010年の国境での逮捕者数は1972年。 以来の最低水準であった。2005年11月3日、会員軍事委員会の議長で、会員議員であった、ダンカンハンターは、米国とメキシコの国境に沿って強化フェンスを建設する計画を提案した。2005年12月15日、ハンター会員議員の修正案、ザ・ボーダー・プロテクション、アンチ、テロリズム、アンド・リーガル・イミグレーション・コントロール・アクト・オブ2005が会員を通過した。 この計画は3 1 4 5トルの国境のうち1 1 2 3トルにフェンスの建設義務化を要求していた。2006年5月17日、上院は三重構造のフェンスと自動車用フェンスを6 0 0トル建設するというコンプリヘンシブイミグレーションリフォームアクトオブ2006を提案した。その法案は委員会で消えたが、 最終的に国境に沿って 1000km 以上フェンスを建設する2006年安全フェンス法が議会を通過し2006年10月26日にジョージ・ W ・ブッシュ大統領によって署名されたこの法案の調印はほとんどのアメリカ人が700マイルのフェンスを作るより国境警備隊員を増員した方が良いという CNN の調査が示された直後であったメキシコ政府と 幾人かのラテンアメリカ諸国の閣僚はこの計画を非難した。テキサス州知事のリック・ペリーもまた国境を閉鎖する代わりに法的で安全な移住を技術的に支援することで国境をもっと解放すべきだと反対意見を表明した。壁の延長はテキサス州ラレド市議会でも全会一致で反対された。ラレド市長ラウル・ジー・サリナスは 彼らは私たちの経済を40%も支えている人たちだ。そんな彼らのドアを閉めて壁をつけるだろうかそんなことしない。それは顔を平手打ちされるようなものだ。と語った。彼は国境での営みの現実をよりよく反映した法案に改正されることを望んでいた。2012年の共和党の成功宣言で、 2006年の議会で国境の二重フェンスが制定されたが、未だかつて完了していない。最終的にこれを建設しなければならないと述べている。この法案の費用は60億ドルと推定されているが、税関、国境警備局の年間裁量予算56億ドルを上回っている。2007年1月、新任の下院多数党院内総務。 ステニー・ホイヤーは委員会の議長が国土安全保障省が包括的な国境安全保障計画を提出するまで資金を止めていることについて議会はフェンス計画を再検討すると発表した。その後、テキサス州の共和党上院議員ジョン・コルニンとケイベイリー・ハッキソンは計画を改正することを提唱した。また、フェンス設置によって 野生動物や環境に及ぼす影響を分析し、緩和する対策に、さらに費用が捻出されていた。2010年3月16日、国土安全保障省は、アリゾナ州の2つのパイロットプロジェクト以上の仮想フェンス拡張を停止すると発表した。受け負い業者ボーイング社は、数多くの遅延とコスト超過を抱えていた。残りの5億ドルは、国境を守り、保護するために、 モバイル監視デバイス、センサー、無線に使用された。当時、国土安全保障省は、国境フェンスに34億ドルを費やし、席はボーダーイニシアチブの一環として 1030km のフェンスと壁を建設した。アリゾナ政府当局者は、連邦政府の資金難を見かねて、資金援助申し込みウェブサイトを立ち上げた。また国境に接する学校が壁を購入することも、行われた。 テキサス州はネット上で誰でも国境を確認し違法行為を通報できるテキサスバーチャルボーダーウォッチパイロットプログラムを開始し2008年11月から2009年2月までの3ヶ月で密輸を4回検挙しマリファナ6 8 0ラムを押収し不法移民30件の退去がなされた後に大統領となる ドナルド・トランプは2016年の選挙期間中、国境の壁建設費はメキシコに負担させると述べたが、メキシコ政府は即座に拒否した。トランプは大統領就任後の2017年1月25日、メキシコとの国境に通過不可能な具体的な障壁を建設する大統領令に署名したが、予算案はアメリカが州国議会に上程されていない。 2017年10月23日には高さ9メートルの壁の試作品が8種類作られた。トランプは2017年9月に若年移民に対する国外強制退去の延期措置の撤廃を表明したが反対意見が相次ぎ2018年1月には国境の壁建設などを盛り込むことを条件に若年移民を保護する新たな法案を指示すると表明。 2020年6月18日、合衆国最高裁判所は、土下の廃止の判断は、連邦行政手続き法に違反するとした、下級裁判所の判断を5対4で指示し、廃止を認めない判断を示した。サンディエゴとティフアナの間にある壁。十字架は、身元不明者も含む、密入国する際に亡くなった人を示している。壁は、通り抜けできると批判されている。 例えば、壁の下にトンネルを掘る方法や、フェンスを登り有刺鉄線は、ワイヤーカッターで除去する方法、壁の脆弱な部分を破壊する方法などが挙げられる。ラテンアメリカ系アメリカ人の多くは、メキシコ湾や太平洋沿岸を、ボートで渡り密入国してくる。三つの先住民族の土地は、提案された国境フェンスによって分断される。 テキサス大学ブラウンズビルのキャンパスの土地も分割されるとして抗議活動があったが2008年8月に米国国土安全保障省との間で隣接するエリアへの建設に同意キャンパスの南側周辺はセキュリティ技術とインフラストラクチャの組み合わせをテストするための研究所の一部となった2008年12月までに隣接部の国境フェンス建設は完了した メキシコ政府は2006年安全フェンス法を非難した。また、環境に損害を与え、野生生物に害を与えるとも述べている。2007年6月、メキシコ領内に誤って2メートル壁が建設されたと発表した。この撤去移動には300万ドル以上かかるとされる。カリフォルニア州の国境警備隊が建てたスペイン語の警告標識。注意。 あなたの人生を自然の猛威にさらさないでください。行く価値はないよ。1994年から2007年にかけて、アメリカ自由人権協会とメキシコ人権委員会の各文書によると、メキシコと米国の国境の途中で約5000人の移民が死亡している。2008年10月15日に、米国境警備隊通村セクターは2008年度に密、 入国業者に遺棄された443人の不法移民を死亡から救うことができたと報じた。死亡者数は2007年度の202人から2008年度の167人に17%減少した。これらのエージェントの努力がなければ、そのラ砂漠で数百人が死亡した可能性がある。同セクターによると、壁のような国境の強化により、 通村セクターのエージェントに余裕が出て2007年度と比較して国境での不法移民の数を16%削減することができたとしている。しかし壁の影響で不法移民はそのラ砂漠やクイバり山地のような不毛な大地からの密入国が増えている。2008年4月国土安全保障省は壁の建設をスピードアップするため30以上の環境法と 文化保護法を放棄する計画を発表した。国土安全保障省のマイケル・チャートフ、国防省長官は、建設が環境へ与える影響を最小限に抑えると主張しているにもかかわらず、アリゾナ州とテキサス州の批評家は、フェンスがリオングランで添いの絶滅の恐れのある種や、脆弱な生態系を危険にさらすと強く主張した。環境保護主義者たちは、 町の移動回廊や地元のワイルドキャット、オセロット、ジャガランディ、ジャガーの未来について懸念を表明した。ワイルドライフフレンドリー国境の壁で野生生物が国境を越えられるようにする試みも行われている。2007年10月、フェンスに中国の鉄鋼を使用してアメリカの産業や安全性を損なっているとして共和党のフィル・イングリッシュ議員や 民主党のジェイソン・アルトマヤ議員ら議会からアメリカ国土安全保障省に対する批判が起きた。壁建設後も麻薬密輸組織などが壁を破壊し、依然として国境を出入りしているという指摘がある。垂直に立てた鉄筋の杭を横に並べた構造の壁についてはホームセンターで売られている工具で簡単に破壊できることがワシントンポストで報道されている。ありがとうございます。